ジャック君。痛い。ジャン君は、なんで人が噛まれると痛いかまだ理解できてないね。すごく甘噛みのつもりなんだけど、痛いなよ。人はほら、ちょっと違うでしょ。ジャン君。今日はフォークソング同好会、場所を変えてラーメン屋の2階で練習なんだそうです。練習っていうか、まあ、ライブというかね、そんな感じらしいので、今まおいママさんと2人で行こうかなということで曲を決めたりなんかしているんですよ。君たちはなぜここ邪魔しに来てます。かわいいの、ぽんちゃん。にゃくん、かわいいの。はい。なでなでを要求しております。邪魔することがにゃんこのお仕事だもんね。そうなのかよ。そうだよね。いろんなことを邪魔するんだよね。ぽんちゃん、舐めてくれんの？ありがとう。にゃんこのこと舐めてくれたのじゃん。ありがとう、にゃん。ぽんぽんちゃん、おりこさて、そろそろ夕方時間になるので、これからパパとママは歌いに行ってきます。フォークソング同好会でございます。ジャン君もちゃんとおとなしく留守番してね。なんかさっきからちょっと下に行っただけで泣いてるけど、お願いします。雨は手のひらにいっぱいさ、そうさ、僕の心悲しくて悲しくて。ジャン君、ポンちゃん、ちょっと拗ねてる。そんなに長い時間じゃなかったもんね。今10時で4時間ぐらいかな。はい、ジャン君、ポンちゃん、寝てたでしょ君たち。なんかそんなムードだよ。